株式会社 NHK エンタープライズは日本放送協会の放送番組制作会社略称ネップ日本放送協会の番組制作の元受けや番組の版件管理映画制作テレビアニメ制作インターネットコンテンツの制作を行っている冬のソナタ、宮廷女官、チャングムの誓い北京バイオリン遺産春のワルツなど 海外輸入ドラマに強みを持ち映像ソフト販売も行っている。1985年に NHK エンタープライズとして設立。1995年に NHK クリエイティブと合併し NHK エンタープライズ21となる。2005年4月1日に NHK ソフトウェアと合併し再び NHK エンタープライズとなった。さらに、 2013年7月1日に NHK エンタープライズの関連会社である総合ビジョンを吸収合併した。陶器場の本店とは別に通称渋谷本社が実質的な本社機能を担っている。渋谷本社は東京都渋谷区上山城5番20号に所在している。NHK 経営改革の一環として2020年4月1日に 地域情報番組の制作、地域放送局のイベント支援を専門としていた NHK プラネットを吸収合併した。これまで同社が行っていた事業は NHK エンタープライズの地域支社として継続する。NHK 関連会社の多くと株式の持ち合いを行っている。また NHK からの出向者が多い。株式会社 NHK エンタープライズ 第26期報告書事業報告計算書類によると平成26年度は正規従業員497人中 NHK 等からの出向者は113人であり正規従業員の平均年齢は49歳4ヶ月となっている役員の大半は NHK の元幹部元理事で NHK 本体及び関連組織出身者で固められている 第26期報告書によれば、総資産約261億円のうち約152億6000万円が利益上預金となっている。利益上預金は現金及び預金約81億7000万円、投資その他資産約35億6000万円などの形で保有されている。残りは運転資金などに充てられているが、 流動比率は357%と高く、実質的に、ほぼ完全な無借金経営である。第26期報告書によれば、資本金12億5000万円に対して、2012年に約5億9000万円が配当に充てられており、配当率は47%となっている。情報、文化、教養番組自然、科学番組ドラマ、 時代劇海外ドラマ子供番組アニメーション番組など NHK サービスセンター NHK ソフトウェア時代よりほとんどの NHK 放映作品の制作発売元となっている。1990年代前半まではビデオ制作にあたりカマクラスーパーステーションが関与するタイトルが多かった。そのため1993年頃まで自社販売タイトルには ビジュアルブックというレーベル名称を使用していた。販売はタイトルのジャンルや NHK 以外の共同制作者によってレコード会社、映像、ビデオソフト制作会社に委託させるものとネップが自前で担うものに振り分けられている。海外ドラマ映画制作及び制作委員会への出資、共産作品をに NHK の番組に登場したキャラクターの案件管理など、 主に NHK で放送された番組のセルソフト、サウンドトラック CD、番組関連の書籍、キャラクターグッズ、玩具などを販売している。ありがとうございます。